井上義弘さん、ハッピーサッピーさん、スーくん、マリさん、こんばんは。ピンゴノカミさん来てくれてありがとうございました。今日、エイズサクさん、牛窓太郎さん、フラペチーノさん、ツナさん、こんばんは。フォローしました。ありがとうございます。服可愛い,い。本当にありがとう。今日はお話し会だったので。 来てます来てますおしゃれしてます少しだけこんばんは今日も可愛いねありがとう嬉しいよきのこかパパさんこんばんは来てくれてありがとうございます待ってたやそう45分に配信設定してたんですけどあやっぱやっぱ 7時だってなってすぐに変えました価値こちらこそありがおりがおりがと <laughs> お疲れ様でした髪飾り素敵そう髪飾りエピソードもあって私本当はこの髪飾りじゃなくてもう一つの方の髪飾りの予定だったんですよだけどあのバスまでバスっていうかなんか送迎の車まで 違うヘアピンみたいなのしてたんですよそれでお話し会出る予定だったのになんかなくなっちゃったからそれをつりつけましたね6時45分から「えー、ごめんなさいありがとう」来てくれてワールさんヤホー3回目のホループしてる ええー、またー <noise> 怖いよなんで 戻ましたかこわループ戻りましたええー、せっかくなんかいっぱいいっぱい喋ってたんですけど <laughs> いっぱいなんか喋ってたんですけどどこまで今日ショールーム調子悪いとかあるんですか ちょっとえどこまで聞こえた言うなんだがえー、ショックなんでなんで3度目の訪問ですありがとうえー、どこまで話したっけ <laughs> どこまで聞こえてるんだろう平手おじさんそうヒーターンがさ心配してくれたよ 大丈夫だったみたいな。ひるたでさんになんか言われてないみたいな <laughs>。もうマジで面白かった。違うヘアピンつけたってところまで。あ、そう、バスでなくした。そうです、そうです。バスで、バスっていうか送迎の車で直し、なくしたんですよ。ヘアピンの下りもう一度お願いします。わかりました。そう、移動車そう、移動車、移動しますってところまでヘアピンつけたはずなのに、 急に消えたんですよで消えたからあ外しちゃったのかなって思ってカバンに多分入れたかなカバンに入れたのかなでもつなんかそれでなくなったんですねなんか一回その控室で全部荷物をバーッてってぶちまけたんですよだけどだけど見つからなくてもうショックだったで替えのヘアピンみたいなの持っていっとったからよかったなって思って はい <laughs> ごめんなさいさっきショールームバグってたみたいで焼肉何これなんとか行ってくるいってらっしゃいお話しかえりかえユニバースさんありがとうございましたあの鍵開けでしたよユニバースさんありがとうございます笑ったら倍ちゃうでほんまウフフおじさんがね石原への応援コミュニティできないそう応援コミュニティできててでなんかお話し会で あゆうなも応援コミュニティできたたねみたいな言ってくださった方がいたんですけどえそ,うそれで気になって「えそう応援コミュニティって誰がやってるんですか?」みたいな聞いたら「えそれは内緒だよ」みたいな「<laughs> それは聞いたらダメなんだよ」みたいなことを話してて「教えてください皆さん」残念ながら言われてたんです「えゆうな何話したの?」みたいな「ちょっと待って平田さんと何話したの?」って引いたんにさっき。 一緒にさっきずっと一緒にいたんですけど心配されました今日どうしても家に帰れなかったからええー、そう関さん外だったねありがとうございますあえて嬉しかったかな発車はねえヘアピンヘアピンああるかなないわ <laughs> なんかでもこんな感じの キキラキラしたヘアピンつけてたんですけどなくなっちゃったーよーカバンの中にもそうなくてでバスにマネージャーさん一緒に乗ってたマネージャーさんに「バスにヘアピン落としたかもです」って言ったらそマネージャーさん多分1回見てくれてるんですよなんか忘れ物ないかなみたいなでもなかったよって言われて「ヘアピンなら今俺の頭についてるよ <laughs> どういうことや?」 そうだから買い持ってきててよかったって思ってそうもう全部もうえないないないってなってもうトートバッグだったんですけどもう机の中にバーッてやってでもってなかった内緒なんだななにになになにフラペチーノさんハート ありがとうございます。ユニバーさん、ありがとう。こちらこそありがとうございました。お話し会、つナさん、可愛い,い。ありがとう。大好きさん、あ、お疲れ。ありがとうございます。今日も今日とって、楽しかったです。ありがとう。お疲れ。まあ、言うなら、今日も美しい電車、あ、ことできました。そう、これから仲良くなりましょう。嬉しい。こっち、なんか、お話し会、終わってから。 終わってからっててかかからいうかなんかもう本当に感想なんですけどあのこっち側はあの本当に本当に話し足りないんですねいろいろ皆さんと本当に時間がなくてそうしかもなんか私が一方的に喋っちゃったりしてたらあの30秒の方とかも本当に申し訳なくなっちゃってえなんかもう私が喋りすぎてあえ,えな,なんか申し訳ないみたいな感じになってもう超反省してる。 難しいお話し会こんばんはタメ口だったのよしかね関さんちょっとちょっと電波が悪くなっちゃってごめんなさいね次からは電波のいいところで会話しましょう <laughs> ありがとうございます来てくれてメンバーそうそうですよもう情報共有しまくりですからねゆうな応援コミュニティさんからいいね来てるええー、そうなんか応援コミュニティを あれって何な誰が操作してるんですかみたいなの聞いたらなんかそれはダメだよみたいな言われちゃいましたね今から探しに行くから見つけたら1割くださいあっヘアピン半分個ですかはいいいですよ見つけたら見つけたらあの事務所まで届けてくださいトートバッグだとひっくり返そうリュックだったらねいろいろファスナー開けなきゃいけないじゃないですか ソートバッグならもうバーンって全部できるから最初のヘアピンの形こんな形だったこんなのこれこれじゃなくてなんかパチンってする感じの四角いキラキラのやつだったんですけどなくなってしまった安兵衛さん姫ありがとう2日間初めて個別オンラインの話からどうだったそうさっきの感じですね 私が話したいことがあっても本当に時間限られてるから相手の方にも喋っていただきたいしでも私も喋りたいしみたいなはぁーって感じあのもう,もう時間が何ぼあっても足りないですね「ヘアピン今頃メルカリに出品されてるよ誰だよ誰だよ誰だよ,誰だよ今日のバスえ行きのバスはえそ昨日は昨日は私とリアちゃん リアちゃんがあゆうお順だから1時間目2時間目かぐらいからでだから先輩方と同じバス1時間目か2時間目バスだったからなんかすごい豪華なバスだったんですけど今日はあのそんな4人とかでしただから隣も何もなかったそう時間がすごい短く感じて徳島のひいくんさん ラブレターありがとうございますノイミーさんのお話し会でだったの無音で見たけど終わったので声聞きますわええのー、ノイミーさんのお話し会で無音で見てたっけどえ,え参加したってことですかノイミーさんのそう容赦なく切られるんですよもうこっちはこっちでは結構ずっとカウントが見えてって見えてるんですけど わお画面がちょっと暗くなったよ。なんでそうこっちは、こっちではずっとカウントが見れてるんですけど、それでもう、え、もう本当に時間がない、時間がないみたいな。一人で焦ってます。実は言うなおしゃべりなんだね。実は。ショールームではちょっと。今日もお話し楽てましかった。来てないだろ、それ。ひーたんのさ、ひーたんのコメントでもしちょったやろ。 さっき見とった見てましたよ来てないだろう次は家からお話し返しますええー、対面来るのやったあそうそうメモしてるんですよ対面来る方関さんありがとうそう話の途中で終わるのめっちゃショックでなんか話してたのになんかき 容赦なく切られるからもうごめんなさいって感じでバレッタ型そうバレッタ型ですバレッタって何そうピンピン普通のパチンってするピンしかこんな感じの大丈夫リンコさんもう一言も喋らせてくれない方があったんえそうだったんですかオンラインだったらが、そうなんですよ 話長くてめっちゃ消費するやつそれサラピ,ん <laughs> ラピさんラピさん今度聞き役にあそうだから喋りたい方と私が喋ってほしい方な,なんだろう話を考えてきてくださってる方もいるじゃないですかその中にはねだけどなんか自分の話を聞きたいって方も多分いらっしゃるじゃないですかだからどうしたらいいんだろうって思っても。 難しいです本当に往年お,、ね、お話し会はえそうそれであのじゃんけんした方もいるんですよでじゃんけんしたいって言ってもなんかラグがあるからああってなってうまくじゃんけんできなかった <laughs> 今日は遅い時間だったねそう遅い時間でしたでもショールームは早い時間に配信ですリアチュというのはなくみ合わせそう今日もメールで送りましたよリアチュの とのツーショットファンよりもメンバー側が喋り倒すのはりんごさんタイプそうなんですかねそうヒータんもね森末ひめ奈ちゃんも今日話してたんですけどヒーターもすごいおしゃべりだからなんか自分だけが喋って本当に申し訳ないって言ってた終わる時余韻が欲しいそうなんかちょっとちょっとブチーじゃなくてスーンみたいな感じ <laughs> で終わってくれたらなんか気 切れ味、後味がいいというか後味 <laughs> どういうことリアチュと仲良しそうあいうお順54順でね隣だからねあのペアとかが多いんです次範、はい、再販あったらもっとお話しできるように頑張ってえー、もうきのこかぽぅぽさんはもう私多分一番お話ししてる気がする <laughs> もうあのビッグローズ含めいつもありがとうございます あの無理はしないでくださいね本当にでもリアルお話し会はでは剥がしの力が強すぎないあれ一回やってみたいんですよねありがとうございますみたいな感じで私もちょっと剥がしをしてみたいノート持っていけたはいあの iPhoneiPhone iPhone? メモがあるじゃないですかそれにもう,もうメモしながらもう書いてちゃ間に合わないからもう打つみたいな感じでやってみしやってみましたやってました徳島のひーくん 大阪お話し会撮りましたよやったーメモメモありがとうあ次は対面いけないああそういうことかなんだなんだなんだまた待ってますありがとうショールームは毎回緊張するって言ったけどお話し会えー、やっぱショールームの方がちょっと緊張するかもお話し会は 切れ目がががすスタッフさんが多かった握手,ああ握手会か握手会ですねファン側も残り時間初め見え初めから見えるえそれな何で見えないんだろうねこっち側はそうあの私もの,のっといコルミーさんの,あのお話し会参加したことあるんですけど同じアプリなんですよだからなんか何分待ちそ,うそっち側の あのこともファン側の方のこともすごいバイクがブンブン言ってるんですけど聞こえますか <laughs> そ,うそれでなんか待ち時間何分何人待ちみたいなのが出るんですよそれもちょっとそれで321みたいなその321のカウントがめっちゃ緊張するんですねおしましがバレた面白 <laughs> 他の人と話しそうな 発言をするボケこれから何ですか何ですか握手会だと急に終わらなくてえそう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 確かにねなんか握手会だと粘れるしねうん <laughs> 粘っちゃいけないんだけどあのお話し会みたいにあ違うオンラインみたいにブチッとは切られないからまあ余韻があるまま終われますよねっていう話だね メールがありがとうね今日も遅れるかなショールーム終わってからヤッホーで読みをするえすごいアドバイスありがとうございますメンバーから話してくれるこう本当に嬉しいえそうでもなんか話を考えてくださってる方もいるじゃないですかそうだからは遮っちゃったりしたらどうしようと思ってそう難しいんですなんか服装とか褒めてくださる方が多くてそしたら えー、あなたのメガネもえ似合ってますよみたいな感じで今日も話しましたね <laughs> なんか話題を振ってくださったらもう永遠に話しますよ何かの間違いでゆうなちゃんの大阪お話し会にとっちゃってましたやったお兄ちゃん何の間違いや間違いじゃないですよそれはありがとうございますこんばんは すごい初訪問ありがとうございますどなたかの配信が終わったのですかねおたくの何たらを心配してくれる家載せるありがとうメモアプリそうメモアプリでメモしてますこの方何分何秒みたいな感じで全部メモしてます認知されたいので次のお話から取りますやったーありがとうこんばんは 昔握手会の時間を計る人が同じ職場の知り合いで気まずかったことある <laughs> えすごあどうやってそんな職業をするんだろうねノート用意してそうもう目も大事マジでこっちも緊張するえー、緊張しますよね本当にお迎え来たやんどういうこと何このバイクみたいな感じの何このコメント <laughs> どういうこと 無理ない程度に大阪はもう少し追加する予定ですえ本当に無理しないでなんか心配になっちゃう <laughs> 心配になっちゃうありがとうもう話すの本当に楽しいからねスマホタブレットの横にデジタル時計置いてるあーいいですねえでもそちら側の方は3に終わる前の3に1だけ分かるって感じですよね多分同じアプリだとそうのイみ,みんさんねめっちゃ短く感じる スマホタブレットのああ読んだ読んだ <laughs> ミートパス知ってますえそうそうだからそれで自分の顔とかも全部登録して普通に一般人としてお話し会に参加してたからあのノットイコールミーさんもこんな感じでお話し会やってるのかって言ってちょっとそうそうそうです知れてね嬉しいですよはい、ドルータですとっても。 僕バイクの音してた <laughs> そうバイクの音聞こえましたかなう配信は緊張してないけどうな配信は緊張しちゃうかなうねすごい配信うまいよねなれたい私もお洋服素敵ねありがとうそう嬉しいえそうこれもなんかこれのまたエピソードがあってこの服をね今日朝朝っていうか着ったんですけど え、なんかキッズーって思ったんですよ <laughs>。え、キッズーなんでこんなきつかったっけって思って、無理やりこう履いたんですね。そしたら、で、さっき、あのー、さっき着替えようとしたら、ここにファスナーがあって、え、ファスナーあるやんって思って、あの、そのまま着てました。だからきつかったんだって思って。はい。<laughs> 大阪一部だから。そう、私一部なんです。皆さん、遠くから来る方は、東京からありがとう。寝坊しないでね。リアルだと並んでる時も顔や姿が見えるし、ええー、ねそう、ちょっと余韻に浸れるというか。わかるわかる。話したい人か。話してほしい人か。え、そう、だからちょっと、ちょっと私も、 ほんのちょっとだけ見分けれるようになった気がするんですねそうこんにちは初めましてって言ってる間にそうちょっと喋りたそうだな私が喋ろうかなでも全然わかんない先輩方みたいにヘアピンかわいいありがとうかわいいでしょうかわいいでしょうとか言って <laughs> ありがとうございますそうファンのファン側もねわかりますもっとわかるようにならなきゃって思います は話題考えておくけどメンバーの顔見たらまっさらええわかるわかるわかるめっちゃわかるねもう真っ白になるんですよ徳島のひーくんランプありがとうー <laughs> やべえわし Y2 ショーしか来ないとか書,書かれるやんえ通称通ショット何通ショットみたいなやつねやりたい私もでまだ3期ないよね3期研究生 先ほどりこちさんとえいいないいな私もお話したいオンラインお話し会慣れてきたから始まる5秒前えっ <laughs> 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 始まる5秒前はちょっとハードル高いスケイモさんいつもバラありがとう <laughs> 終わる4秒前からカウントあねえそうだからもうギリギリなんですよ そう同じアプリだからそう両方の立場がわかるんですありがたいことにゆなちゃんのおばめは来月から取る予定ですえ嬉しいそっかあれだもんね月,月払いみたいなのだから皆さん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 とか言ってあのメールぜひぜひ嬉しいメールはねあのでなるべくっていうかなるべく写真付きで送るようにはしてます 体感 1>, 1秒。それな。こっちも1秒なんですよ。どこで買ったのどっちだろうか。どっちのことやろうか。これですかね。何のやつやろう。こんばんは。え、まさ岡山さん。私も岡山だ。ありがとう、フォロー。それは島村。島村じゃないですよ。島村もいいですけどね。ミートパスあるならお話会参加できるね。そう。ミートパス。 悩み富田菜さん行きましたそうまた行きたいなーって思っててファスナーなくても着れないやもう無理やりですよ強引に強引に「えっきつー?」って思いながら <laughs> 来てたらあったんですここにファスナーがでも本当に出る15分前に着替えて焦ってたんですね太ったわけじゃなかったそうえっ太ったって思ったらファスナーありました そうファスナーのせいでした関東民なんでおうん大阪行けなくてえー、もう私が関東行きたいそうえ本当に無理やり来たんですよもう,もう無理やりアクスタ作るんで全身写真送って <laughs> 販売まで待ってくださいアクスタ作ってくださるの嬉しいけど全身写真全身写真あんまり撮ったことない まえちゃんさんまいちゃんさんお話ありがとうございましたそうめっちゃ楽しかったありがとう10分ままそうそうもうちょっと痩せなきゃ感謝枠そう感謝枠とかなんかちょっとないですねまだくるくるさんココアさんのお話かええー、そうなの サラピさんが似たような早ピ持ってるそうなピそサラピさんとね服の系統のがめっちゃ好きっていうかはい同じスカート前持ってましたふう何度もお話会来てくれたらお話したい人がああそうそれはもう毎回来てくださる方はねえでもなんか名前もあんまり見たことがないって思ってお,お,お、うん見たことがない方 が来ててくださってえショールームいつも見てくれてるって聞いたんですけどショールームはいつも見てるけどコメントはしてないって方がなんか結構多くてそううれしかったあもう嬉しい <laughs> バグお話し会経験したからかななんか今日はよや優しくてあ本当ですかさっきまでひいたんとひいたんと喋ってたからあの なんて言うんてうだろう喋り方を学んだっていうか <laughs> はいメンバー側の気持ちも分かりたいから STU 洋輝性別がダメでしょ服買うのはネットえもう断然ネットが多いですねなんか店でお店で服とかを見る結構見るの好きなんですけど見たりしても結局なんかネットが安かったりするからネットとかのアプリのクーポンとか使ってやってます 圧倒的ネットですねえでもサイズ感とかが本当に分かんないからまあそこはそこはりこつさん月突始めに新規さんの受けえー、そうなんだえちょっと参考にさせてもらえますね確かにメールね皆さんぜひぜひぜひ新たな一面が見れますよメールはなんか買っなんだろう購入品紹介とかしてますね 購入品とかお弁当えっ待って今日さメールでさメールでさリアチューとさと一緒にオムライスを食べたっていうメールを送ったんですけどあれりあちゅうリアチュとの通所は通所とは載せてオムライスの画像も送ろうと思ってたんですけど。 待って忘れてたかもオムライスの画像載ってませんでしたよね絶対そう色々いろいろなんかご飯とかも捨てるのでぜひぜひ <laughs> 来月からがお得でーす優男魚釣りああそう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 魚釣りねするんですよ星野まさきさん釣り釣り場からねオンラインお話会参加してくださっててまた釣りトークしましょうフグとか釣ったことありますよ メバルとか。お疲れ、パーさんお疲れ、ありがとうございます。お疲れ。毎日いややりませんやりませんやりませんよ。ねえオンラインサイン会とかどうなんだろうあるのかなあるのかなってあると思うんですけど。まだねえなさそう。 コメンントしないファンそうだからすごいびっくりして嬉しい気持ちになりましたね私にもファンがいたんだって研究生ツアー頑張ってくださいありがとう見てるだけで幸せになるよ嬉しいえもうショールームいつもコメントしてくれる方はなんかパッパッピンパオッじゃなくて <laughs> ピンとくるピンとくるっていうかああって言ってあえて嬉しいってなりますねじゃあ関西弁で喋るの えなんでやねんみたいな関西弁は全然やらんで <laughs> あまりに緊張して福山の時伸び盛にいそうええー、ね緊張するよねありがとう嬉しかったよ嬉しかったよスナイデル系とかも似合いそうえスナイデルねはね高いけどなんかセールとかやってる時あるじゃないですかその時に買うみたいな でも1枚しか持ってないかなスナイデルはめっちゃ可愛いよねわかるわかるもう全部スナイデル系 <laughs> が好きですよお高いですけどこんばんは今日の話し方好きえ本当にそうちょっとヒいたんから学びましたサ <laughs> ラピーさんとおさらい行こうでしたらえそうなんか 憧れの先輩はいますかみたいなアンケートがまあ結構あるんですけど「あのサラピさんとあのー、本当におこがましいんですけどサラピさんとお揃いコーデしたいです」みたいなのもちょっとアンケートに書きました <laughs> ごめんなさいサラピさん本当にごめんなさいあそういうことあくるくるさんもああそういうことか 自己紹介ちょっと参考にさせてもらいますオムライスなかったえーオムライスのそうと思ったのにそうめっちゃ美味しいそうなオムライスだったんです、ね、それも一緒にのそうと思ったんですけどえ待ってのしてないぞって思ってひとみちゃんアイスありがとうありがとう美味しそうシナモンかわいいよシナモンにしとこ まええちゃんんおきさん、えー、自己紹介ちょっとあのあれですね参考にさせていただきますありがとう教えてくれてそう正直皆さんのメールは月に330円だと思うとどなたでも楽しすぎえ皆さんおすすめですありがとうゆゆうさん <laughs> そうぜひぜひおすすめです石原ゆうなちゃん三期研究生の <laughs> 石原ゆうなちゃんのメールぜひぜひ ごめんなさい本当にお手製の料理とかえいいねあの見栄えがよくできたやつだからいい気がするこんばんは ST のキャラにそう感謝枠ねある,んだあるんだろうか頑張ってくださいありがとう初見さんムーさんありがとう自分みたいにこっそりと応援するタイプ えやっしーさんやっしーさんあの初めて見ました <laughs> コメントねそうこっそり応援でも嬉しいですよそうみ,んなみんな出ておいでって言ってコメントしてって言ったら前なんか本当に見たことない方ばっかりがコメントしてきてくださってわわってなったヤマピーさんかわいいありがとう嬉しい隠れユーザちゃんファンそうそう,今日今日そうそう今日今日そうそうお話し会 来てくださって。四割ぐらいの方が初めましてでした。でもショールームは見てるよって言ってくださって、本当にっていう感じですね。こんばんは。ヒータンはもっとマシンガントークのイメージ。そう、今日一緒に帰ってたんですけど、もう本当に。本当にずっと喋ってて。嬉しいですね。そう、あのヒータンは一人し、一人喋りの師匠です。本当に。 したら可愛い服送りますありがとう。いっぱい行きたいですね。それはお話し会で。これはファンの方からいただ,きい,ただいた服ですみたいなツイートしてみたい。え、本当に夢。オムライスにはケチャップでハートあり。な、なしでした。あの、デミクラスソースがかかってましたね。そう、しなもン、大好きさん、かわいい。ありがとう。<laughs> ありがとう。 うっちーさんこんばんは初めてで緊張しすぎて何話そうと思ってそう全然全然楽しかったですよふわふわとろとろのオムライスいや中までぎっしり焼けてるオムライスが好きですね哲也さん花ありがとうかわいい嬉しいよ初見さんでかわいいってちょっとリップ塗ろう 嬉しい哲也さんまた花束ありがとうゆなたん可愛いですねなんか今日可愛いですねってコメント多いんですけど本当ですか <laughs> 本当ですか嬉しい研究生の夏ツアー徳島えすごっコササさんすごっありがとう Gmail のラベルがよくわかんないラベルって何ですかすいませんすいませんラベルって何ですか前髪いい感じかわいい嬉しい今日前髪に10分ぐらいかけましたねこの前岡山までドライブ行きましたえー、いいな私も連れて行ってください岡山あ岡山じゃない岡山じゃない明日学校休みになりそうだけど雨で学校行かないといけなくなりそうで え海幸山幸さんってさ学生なのえ学生なの頑張って何哲也さんいっぱい花ありがとうお花ありがとういっぱいはじめましてのそうそうそう嬉しかったですね徳島のひーくん魔法のランプじゃなくて何これ瓶瓶瓶ありがとう ありがとう何これなんか魔法みたいなやつも,もにゃんも,もにゃん私怖くないよ私怖くないですからね6月11日の話し会一緒に話すえっ当にオンラインで撮ってくれてるってことうっちさん本当にこんばんは証券じゃないです倉敷にいるんだけど今からおす,す今からおおすすめのストスポット倉敷 倉敷か。え、でも倉敷、えー。美観地区。って近いですよね。ち、近いですよね <laughs>。美観地区の。あのー。私は食べたことないんですけど、デニムマンみたいなのがすごい気になりますね。何食べたっけ、なんか美観地区で、何か食べたんですよね。なんかお団子みたいなのめっちゃ美味しいですよ。なんかいっぱいいっぱいいっぱい、なんかついてるやつ。 いつも可愛いけど今日は一段と可愛い,いねえ嬉しい今日は今日はあのファンデーションをしてないから漏れてるのかなっていう <laughs> どういうこと <laughs> どういうことそれはヘアピンも服も似合ってるの嬉しい平田おじさん褒めてくれるの嬉しいですね今日柴犬いないんです会いたいんですよお家にいます岡山にう嬉しいなんか今日特に可愛いってありがとうね 来ましたたしありがとう瀬戸内ツアーえー、やったーありがとう髪留めこれがあれかこれが秘訣秘訣 <laughs> 同じ岡山県民として誇りです嬉しい嬉しいよありがとうラベルって RPG でキャラがえそうラベルって何ですか嬉しいいつも可愛いよって ポーション何みやおこうちゃんさんバラありがとうツアーでのパフォーマンスに期待してます頑張ります耳動か,そう動かしやすそうな髪型もう絶対振ってるやんこれ <laughs> 特技でしたヤっほ髪型良きですありがとう あ大学生なんだね野球が明日町町越しで試合だありだったから休みになるあそうなんだ雨降りませんようにあのてるてる坊主作りましょうね「s t イトの曲でおすすめえ私が最近もう狂うように聞いてるのがなんかちょっと待ってね 僕らの春夏春冬春冬,秋冬みたいなもう,も,うもうめっちゃ聞いてますラベルは分,分類分けユーナンからのメールが分かりやすく分類してくれたりするラベル分類って待って待って待ってちょっと難しいな g メールのラベルが分かんないちょっとごめんなさいごめんなさい物知りじゃなくて分けるってこと分かりやすいように ウインクください。ゆうなちゃん、きちんと決済完了してるよ。やったー。うっちーさん。話しましょうね。フォローありがとうございます。何歳ぐらいだと思ってた。え、もっと、もっとお兄さんかと思ってた。そう。意外とじゃあ年近いですね。装備完地区なんです。デニムハンバーガー。え、青いやつってこと。すご。そんなのあるのは知らなかった。 デニムソフトあそうなんか峰佳リシ沙さんもなんか最近行ってましたよね恐る恐る着てみました何で恐る恐るだよカナうに怖くないし可愛い,いから行ってみたいえー、怖くないですよ私怖くないからいっぱいあの桃んさん私は怖くないですなんでだろうなんで怖いイメージがありましたかファンデーションしてないそうなんかファンデーションうん 今日はしてないですオンラインだからまあまあしなくてもし,しなくてもっていうかなんかファンデーションしたらなんかしてる感覚っていうか乗せられてる感じがあんまり好きじゃなくてだから下地とパウダーみたいな押しぶどうえー、いいですね放送してるの今デニムマン食べた不思議な味でしたねえどんな味がするんだろうね今日もかわいいですありがとうモモニャモモニャお釣る <laughs> えっと耳を上にして上下にえそれはできないそそれはできない今日の収穫はファンでなしでもかわいい <laughs> ありがとうファンでねなんか塗られてる感があってねあとマスクにつくじゃないですかそれがあんまり好きじゃなくて多分今はやってないだろうけど倉敷はかっぱって で、お店のデミカツの、ええー、何それ、デミカツの倉敷にもあったんですか。カッパっていうお店だって、調べてみよう。調べます。ありがとう。肌綺麗、可愛い、嬉しいよ。嬉しい。しょんちゃんさん、ハート。ありがとう。ファンデやない方が可愛い。ね、今日、今日、なんか、いつもと違う。とこって言われたら、ファンデしてないです。 こんばんは。ねえ、たくさんありがとう、しょんちゃんさん、ハート。耳とヘアピンも動いてる。ヘアピンも動いてる。こ,ここが動いてるんじゃないですか。耳動かすっていうか。はい。カツラみたいな感じで。サンキュアリア中サッチ、ユーナのじゃえ、嬉しい。ありがとう。耳動いてましたお顔は真剣でしたが。<laughs> 真剣受ける。 耳動かすコツは耳を全集中させて耳だけ動かすゆうなちゃんせめて2日に一日は配信してほしいなできれば22時以降にあーそういうこと22時以降なんか何時に配信するのが皆さんいいですかでも今日は今日はっていうか3日連続配信してちょっと頑張ってます <laughs> ちょっと頑張ってますって言って。 春夏秋冬そう1位の曲、もうめっちゃもうめっちゃ見た私もうめっちゃ見たもう大好きすぎて私も踊りたいってなりましたお兄さんって言い方ええな <laughs> どういうことプロポーズオッケーくださいごめんなさーい大阪のリアルリアルが今から楽しめですえねねね楽しみ楽しみ私も楽しみ 6時45分開始で待ったのにああごめんねごめんなさいゆうなちゃんは自分の妹くらいの年齢かなええー、そうなの妹いるのいいね私も妹いますよお若いお若いそれはそれは美観,地区、ね、美観地区ね美観地区ね私も行きたい やったフォローありがとうございます皆さんぜひぜひ <laughs> ぜひぜひとか言っても「もごめんなさいこてつくんの写真は実家から送られてそうえなんか私が引っ越す時にお母さんと妹にあの虎鉄あの芝犬飼ってるんですけど豆柴みたいな豆柴にしてはちょっと大きいけど柴犬にしては小さいみたいな感じのわんこさんを飼ってるんですねでそれであの引っ越す時に またループしてる。本当にそう、引っ越すときに、あの、寂しい、寂しいっていうか、こてつと会えないから、あの、毎日写真送ってねって言って、やってました。はい、送ってくれます。止まった大丈夫かなゆうなちゃんは、かなうちゃんやり少したが、えー、内緒ね、うっちーさん。ありがとう。内緒内緒。<laughs> 絶対に内緒。嬉しいよ。ゆうなはナチュラルメイクが似合うと思う。 そうありがとうなんかまつげとかねあんまりバサバサしすぎるとなんかすごいギャルみたいになっちゃってありがとうございますよくよくご存じ上げてて <laughs> どういうこと暇人なのでいつでもゆナなちゃんって清楚系でおっとりしてて優しくて SLU のイメージにぴったりだねありがとうございますもっともっと頑張ります都合がいい時間に。 ありがとう夜勤なので朝配信しか見ないねえ、ね、いろんな方がいらっしゃるんですよね本当にだから平均して平均してどの時間が良いのかうなのペースで配信したらいいえー、ありがとう嬉しくないよ大手まんじゅうみたいにかわいねってどういうこともう嬉しくないコメントは読みませんからね私は次から「三菌の特技披露が楽しみです」ええー じゃあ私は絶対多分耳を動かしてるか、あ、そう最近はいあのいいですか？最近もう一つ特技をみみ見つけてあのこれは全然なんか前からやってるんですけどなんかもう一つこの手首なんかつくんですよここここつきますか皆さんちょっと今やってみてくださいこここことこの手がつくんですよ。 特技かななっていいう最近発見しましまたえごめんなさい特技じゃないかもしれないですわしが動かす時片身も両耳入りもんだけど今度見せてくださいね絶対次あの見せてくださいいうのもコントロールできないです実は土曜日は他のメンバーで精一,手一杯だったけど6月のホームルーム本当にに安べ衛さんありがとう 楽しみ楽しみ3期の曲も早くしてねえもうお願いします優しそう <laughs> ごめんなさい <laughs> いつ配信でもいいから予約はしてほしいな分かりました予約ね大事ですね昨日やってると思って開いたらあらららら高校生も配信できるからねえそう何時がいいんだろうそう人それぞれですから のぴさんも妹いるんですかこれは初耳ですね9時から10時までが配信そうなんかいろんな方が配信されてるからそうそうペットカメラペットカメラって何ゆうなちゃん妹の1個下のダイヤってことはああそういうことか そういうこと。えー、若いですね。たっきんさんも、じゃ三3日連続配信。えー、もうごめんって。こてつはもういないんです。お家にしか。だから、実家に帰ったら絶対に、あの、配信しますからね。ゆなちゃん、プロフィール見て、4月も申し込むことにしました。嬉しい。何なんか、プロフィール面白かった <laughs> 何なんか、面白かったですかナチュラルメイクに合う。嬉しい。 なんかでもいろいろつけ足したくなっちゃうのでナチュラルメイクで止めたいと思いますうん3日連続配信だけどこれ詰められないのがあれ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 読んだ読んだ読んだごめんなさい最新時間は何時でも言うのができるはずいいと思うけどねえ予約しますじゃあ今度からでも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 やっぱゲリラ配信みたいな方が早いかもギャルメイク配信 <laughs> なんかどうしよう STU のイメージじゃないぞみたいな感じでねえ 川の横にいるえ確かに確かによく知ってますねロキチさんえロキチさんってさ私がさ私がオーディションをさオーディションの時の一番もう本当に一番最初の配信から毎日来てます <laughs> 毎日来てくださってますもしかして7月のお話し会でゆなちゃんにあることをします何楽しみだよ何 楽しみだよとか言ってなん <laughs> ですかねサンキュー優難かなうユイニャンを応援してますマーミョンがええー、もうこれ上詳を増やさないでください九 <laughs> 時台ん七時か十0時台私もその辺に配信したいですねでもレッスンがある日とかねでも頑張りますこんばんはんこ つかなかったえこれ特技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 ,特技やった特技認定されましたありがとうございますそう真似したら指折れそうになったえー、ありがとうありがとうとか言って <laughs> やった指折るやつえ原田彩也加さんもえこれってこと今度じゃあやってみようや,やってみようとか言って原田彩也加さん おねすごいすごい親指逆に曲がってたえー、嬉しいじゃあちょっとした特技が私は得意ですかね体柔らかいのかないやそういうことじゃないんですね全然指とかなんか部分的に柔らかいんだと思いますなんかなんかわかんない <laughs> でもでもなんかちゃんとした特技っていうのがなくてなんか絵も好きだけど特別めっちゃうまいってわけじゃないし あの運動もめっちゃできるってわけじゃないしなんかはい地味な特技ばっかりですゆ菜ちゃんお話し会の前に放課後ホームルームあるはいありますありますありますサッチーとサッチとできんのかいわしがメンバーじゃなくてよかったね何のことだったっけできんってあそういうことかあ耳のことねほんとにそれなメンバーじゃなくてよかった <laughs> ヤナピーさん欲しい ありがゆうなちゃんのペースで配信すればいいよと思うよ食器洗ってからならオケー。えなんか食器洗う時に暇すぎて食器洗いながら配信しようかなって思ったことは1回あります1回だけあまぴーさんあは橋いっぱいありがとうこてつももう人気出てるそうこてつ浸透してますね本当に可愛い今日も可愛いなありがとう 配信規模を聞いてからキリがないよね。ねそうですね。ちょっとごめんなさい。締め切りたいと思います。私が配信できるときにやっぱやりたいと思います。ごめんなさい。皆さんバラバラですからね。そう、ありがとう。こいつ配信よかったらゆうなちゃんが指示しても遠く見てる。そう、あのー、配信でお手とかお座りとか見せたかったんですけど、なんか、1回、2回配信したんですよ。1回目は なんか本当に機嫌が悪いというか眠たそうでお座りとか言っても全然お座りしてくれなかったんですねでこれはおやつのせいだと思って2回目はおやつおやつおやつを持ってお座りとかやったらすぐやってましたね技を披露してました賢いんです毎日こて画像送ってもらってマばベにえそうそうマばベにねのしたいなんでそんなにこてのファン多いの 可愛いからね。かわいからね。モバメで配信。ああ、そうそうそう、それいいですね。確かにと。そういうところですよ、モバメのいいところは。<laughs> かりました。ショールーム配信するときは、モバ、モバイルメールで一回送りたいと思います。できる日は。48、ST48 のメンバー一番よく配信してます。そうですよね。 撮れない日もあったかもえーでもなんかロ六吉さんが多分一番なんか多い気がする訪問回数みたいなのが累計で出るじゃないですか初塩ですえー、っと石原優奈ですここ着きます今日から特技になりましたお願いしますぜひフォローしてください43回で一番ねですよねですよね今見れますよ多分累計みたいなので 何回来ました個別配信の時スクショ見たら全部書いてツイッターに載せたくなったえあ,すあ,り <laughs> ありがとうそうそう鈴香さんねスクショいっぱい載せてくれるありがとうゆうなは3期研究生から推しメンですよありがとう関節が柔らかいのかなねどうなんでしょうかでも別に 何足とかは柔らかいとかそうなのはないです肘も柔らかいのでは肘どういうこと肘柔らかくないよ楽器とかの特技はないですね木琴とか何か学習発表会あるじゃないですか鉄筋とか木琴とかなんかこんなやつのピアノとか木琴が好きでした 天使ですか天使じゃないですけどありがとうございます <laughs> 天使になっちゃうぞ <laughs> やばい本当にごめんなさいまた配信見に来るねありがとう体で一番柔らかい自信があるのはどこえーどこーだろう一番柔らかいえー、でもなんか今の見てたら手首なのかなって思うあでも 首も動きますしょんちゃんさんハートありがとう料理することから配信すれば洗いもとも確かに確かに「ノーこてつノーライフ」ええー、ねそうもうノーこてつノーライフですよ本当に食器洗い配信は一石二鳥ね <laughs> お話し会でしつけプレイしてくれるいいよ OKOCHE、OK OK、そうそうアコーディオンそうそうこれねもしかして虎鉄目合って配信見に来てる人いるかもごめんなさいもうもう実家っていうか岡山なんじゃないのでごめんなさいいないんですけどまた絶対に帰ったら虎鉄配信夏ぐらいにはまた帰れると思うので。 また個別配信するのでぜひぜひ見に来てねだからフォロー外さないでください首すごいねありがとう <laughs> ありがとう全部褒めてくれるんですこれありがとうございます人差し指から人差し指から小指まで順番に重ねていきますかえこういうことどういうこと合ってますかね ああ、ああこういうことえなんかあるよねあ待って今ピンときたよ。ありますよねなんか流行ってましたね。あできるかなえこういうことでしょう皆さんできますかこれ。こういうことですかねインド人もびっくり。 んこさんですよそれは突然の首,首動かせるのめっちゃ羨ましいレッスンで練習してますから突然のアップは緊張あごめんなさいごめんなさい急に、ね、顔がアップになっちゃってコメ,コメントがコメントがコメントが待って待ってもう1時間配信してるのでもうそろそろ終わりますこてっちゃんの写真を送るはいあのも、あのー、見てる方でメール登録してない方は「あのもしワンちゃんが好きだよ」とか あの柴犬が好きだよとか舞い芝が好きだよとかいう方はぜひぜひ送りますのでぜひぜひ何でかいポカちゃんって何こてつ連れて広島に来ればよかったですねえダメなんですお散歩とかね家にいない時が多いからフォローありがとうございますそれ両手でやってみて えーどうやろうできるかなアイ,ア,イアイソレーションあ、アイソレアイソレーションアイソレーションアイソレーションはいアイソレーションで練習してますからダンス,レッスンですんでそうえ、なんかこういうなんか変なことが特技かもしれないプロフィール充実させないからフォロー外そうごめんなさいフォロー外さないでくださいそうやって言って本当にフォロー外さないでよできました どういいことごめんなさい音符じゃないんですよフォロー外す音符じゃ指でカエル作れるなんかこんなやつわかんないこれはスクショタイム変えるとどういうこと <laughs> はいありがとうございました本当に大好きさんありがとうありがとういつもありがとうございます今日も楽しい配信ありがとうええー、ね早く会いたいよ私もありがとういつもありがとうございます指は柔らかいねピアノできそうピアノできないです一つもカエルの歌とか弾けますよそれこそ お疲れ様でしたりオツつんさんもええー、そうなんだねえだからさフォロー外さないでください本当に本当に外さないでくださいお願いします皆さんそのコメント私喜ぶと思いますか喜ばないですよプロフィール一行なのねえそう充実させようと思っていつも思ってるんですけど毎回毎回もう次こそは絶対にあのね はい、更新したいと思うのでスクショタイム変えるとのねなんで指だってんえどういうことあこういうことこれ変えるあこれきつねでしたごめんなさいすいません変えるごめんなさいピアノできないですピアノユミコさん呼ばれそうなんでオンラインサイン会に行けますねいってらっしゃいですありがとうございました 次は当選したら放課後ホームルーム確かに放課後ホームルームです皆さん次会えるのはねありがとうアイドルのやる普通の作るタイムと違ったね本当にごめんなさいこれは多分キツネですありがとうございましたねあ八8時ですフォロワー増えましたねえ皆さん今私のフォロワー教えてください <laughs> 教え教えてくださいそう教えを悲しませてはいけないですよ本当に 皆さんがフォロー外すとか言うから減ってるんじゃないですかプロフィールわしが考えてあげるよあ,あお願いしますなんかいや別にそれにするってわけじゃないですけど案をね案は募集してますよ六チさんタコありがとうこんばんはゆゆゆゆさんゆうなちゃん毎日配信したら3期で一番人気になる気がするけどなええー、本当ですか本当に うん、それだったら毎日したいんですけど2,000あ増えてますねありがとうございますありがとう千穂さんのプロフィールみたいにすっきりタイプね千穂さんのプロフィールもすっきりしてますねあありがとうございますも,もう少しで1300人ですねではでは壇上を読んでいきたいと思います でも、ね、伸,び伸び悩んでるんですよ本当にもう1300人までが伸び悩んでまして皆さん是非お願いしますでは13位りえちゃんさん続きが読めないなりえちゃんりなちあゆどんさんありがとう12位ラップーさんありがとうございます11位ションちゃんさんありがとう 10位草刈木さんありがとう。九位山ンさんありがとうございます。八位海幸山幸さんありがとうございます。明日晴れますように。三位スあ三位じゃない。七位スー君ありがとう。六位ツナさんありがとうございます。五位鉄也さんありがとうございます。四位安部さんありがとうございます。三位ユニバースさんありがとうございます。二位星野正ささんありがとうございます。そうユニバースさんね二二じゃない三位ありがとうございました。 明けのの方です本日の1位大好きさんありがとうございますまますすたお話いいかい待ってますありがとう今プロフィール運営が書いていてう奈がそう私が一番書いてないそうそれはいシンプルなのがいいかなともちょっと思いつつまあでも充実させ充実させないとなというね,ねありがとうユニバースさん 今日も癒されました。ありがとう、大好きさん。日向坂配信があるから、飛び込みサービスだね。ん何時からですかありがとう。明日は、11時ごろ。明日配信できるかな もしかしたらじゃあえ待ってでもここでできるって言ったらもう本当に嘘になっちゃうかもしれないから何も言いませんありがとうありがとうございました皆さんぜひぜひフォローしてくださいねもう少しで1300人ですのでありがとうまたね